待望の第33弾続編がついに解禁。ラインナップは全部で39種類エンボスメタルシール全39種。まだね、見てないから何が、どんなのいるかわかんないんだけど、できればブルースキンガール。ビックリマンシールのブルースキンガールめっちゃ欲しい。いや、来てほしいね。あとね、気になるのがここ、海洋堂とビックリマンのコラボみたいなフィギュア。海洋堂のさ、めっちゃクオリティ高いフィギュアで、え、マジで、ヘラとか、来んのかな？え、すっげー欲しくないこれ。フィギュアプレゼントキャンペーンとかもやってるんだよね。多分今日で終わりになるこのシリーズ。結構探したんだけどね、もうなくて、もう本当はいや4ボックスぐらい行きたかったよね。一気にコンプし、おお、7つ同時だって。7つ同時、7、なんと37揃っとるやん。ブルースキンガールいてほしいな。ブルースキンガール、いやブルースキンガール3種類ぐらいあったらもうめっちゃ泣くんだけど、マジブルースキンガール3種ビックリマンのもう AK コレクションだよね。さっと、おっと、ヤマト王人誌だ。あとヘラとかも欲しいな。ヘラとかもいてほしいんだけど、まあ、次回はね、まあ、あればゲットできたらラインナップ見てこようかな。次回は。で、狙いを定めてやっていこうという。まあ、今日は初回だから見ないでやってるけど、ご心配所。ご心配所すげえな、まあ、コンプしたいな、33番も。なんとか、コンプしたいんだけどな。さ、おっと、クジラ大海底だって。大海底か、クジラ大海底。めちゃめちゃいいモンスター、一応絵描きてえな。なんか今回も絵描こうかな。気に入ったやつがいたら、今回も前回みたいに絵描こうかな。さっと、おっと、おともさんすけ、かわいい。これ描きてえな。めっちゃかわいい。桃太郎印のきびだんご的な日本一。デザインいいの多いよね。ビックリマンのね、キャラ。うるすぎるから、予感がする。うるすぎる。違ったね。これなんだ、おじゃまお、おじゃまおだって、おじゃまお。すっげえ、バイキンって書いてある。マジ、バイキンマン、バイキンだな、これな。すげえわ。昔O157 のポスターにこんな感じのデザインあったような気がする。この金のデザインがあったような気がする。小学生ぐらいの頃のポスターかな。そのなんかポスターが気に入ってさ、すごく欲しいって言って先生に頼んでもらった記憶があるもの。デザインが好きだったんだよね。ゴール、守る城。まあ、これ全く好みじゃない、このボンバー。かわいいさ。いや、美しい。いや、かっこいい女の子描きたいな、今回な。かっこいい女の子。おお、桃太郎来たぞ、ついに。太郎天使。桃太郎天使。顔。完璧に桃になってんじゃん。スマホ持ってね。すげえ、スマホ持ってる。しかも桃のマークついてるね。おお、おともさんすけシリーズじゃない、これ。おともさんすけシリーズ。キジと猿のデザインも見たい。全然予想がつかん。でも、団子つけてんのかね、やっぱ。鼻に団子つけてそうだよね、奴らも。奴らも鼻に団子つけてそうだけど。おう、7人コスケだって。すげえ。7人の小人のやつ、7人の小人のやつでね、これ多分ね。初めて見た。鬼とかすげえかっこいい鬼として、超マッチョの鬼とかさ、超楽しみなんだけど。でもその前にブルース、おお、めっちゃ好きな。イカ天満。でも今んところね、ゲットした中では一番好きなの。これ、これ。これかっこいいよ。これ絵描きたい、これ。クジラ大回転。漆黒のマスミ吹き出し、海を汚す怒りたエンペラーカツマだって。セットで描くのもいいかもしれない。クジラ大回転と一緒に。クジラ大回転はすごくでかく描く。で、その下にちっちゃくこのイカを描くという。なんだこいつ。豆さや女。まあ、この女子リーズか、女子リーズ。これジャックと豆の木のあれかな、シリーズかな。さやさや。初めて見るキャラがたくさんいる。すげえ楽しい。やっぱブルースキンガールいないのかな。ブルースキンガール一周ぐらいいてほしいんだけど。お、ゾウさんのゾウさん。三蔵法師？三蔵法師？残蔵法師？どっちだこれ？でも桃太郎とかだって言ってたしな。やっぱりそうだ。なんかおとぎ話系のが入ってきてるね。これあれだよね。孫悟空、なんつったっけあれ。あれ？出てこねえ。ちょっと待って、なんつったっけあれ。三蔵法師とさ、猪八戒とさ、天竺に行く。なんだっけあれ。待って。最勇気だ。このクジラはもうそうなのか。多分これジャックと豆時じゃない？違うかな？ジャックと豆時っぽくない？なんか、おとぎ話系のいいな。さ、すげえ楽しい。なんだこれ。なんか野球のさ、マスコッティでこんなのいなかった。魔界級フォークス。フォークスだ。フォークスって、なんかあったよね、野球の。俺野球詳しくないからあんまわかんないけど。なんかこういうのいなかったっけ？野球のやつで。オールジャンルじゃない？すげえ、ブルースキンガールいるかもしれんね。ブルースキン、シバとか、シバ、ブルース、ニューデザインのさ、ブルースキンガールとか、シバとかでもめっちゃいとしてね。お、かぶった、初かぶりだ、やべえ、かぶり予感がしてきた。左半分で後半すげえかぶっちゃうかも。さ、
やべ。マジでか、左半分ですげえ被る。もう被るの、さすがびっくりなんやな。まあ、全部で39章しかないからね。おお来た、スーパー先生やったぜ、スーパー先生超かっこいいかな、デザイン。なんか新しいデザイン。めっちゃいいね、スーパーゼウス。おお、やっぱかっこいいな、こう見ると。ナンバーワンでかっこいいね、デザインね。ジジイ。スーパーゼウス。やった、ゼウス来た。なんかもう被りまくったら終わったと思ったんだけど。いきなり皮振りからの天国に、天国コースに、ここから流れが変わったかもしれない。いいカード来まくるかも。さて、ビーナス、雪姫だって。キャラクターデザインの勉強になるな、これ。すげえデザインだな、こいつ。めちゃめちゃ面白いの来たわ。やっぱ、ゼウス超かっけえな。ダンチでか、あ、鬼来た。これ絶対鬼じゃん。暇ー。暇ー。鬼が暇。鬼が暇。すげえ強そうだけどね。もうガチったら強そうだぞ、こいつ。鬼が暇。さ、鬼が暇。桃太郎に負けすっかり引き込む。鬼、初老のお兄さんだって。初老のお兄さん。字が面白いね。初老のお兄さん。初老のお兄さんかい。桃太郎に負けて、もう初老のお兄さんに引きこもりになってしまったっていう。そういう設定ね。で、次は。ブルースキーガルやっぱねえかな。あ、ババア来た、ババア。ババア、おしろい観音。いないのか。俺、ビックリマンのブルースキーガル欲しいんだよな、ブルースキーガル。さっと。あんま持ってないからね、ビックリマンのブルースキンガル。結構レアだよね。深海魚だって。ゼウスやっぱすげえよ。格の違い見せてる。ゼウス。ゼウス格の違い見せてる。すげえかっけえもん、ゼウス。曇り空すけ。曇り空？曇り空か。曇り空すけ。初めて見た、これも。てるてる坊主だね。かわいいな。これかわいいのも嫌いじゃないけど。やべえ。なんか、かわいい女の子とか来てほしいんだけどな。ビックリマンの女の子シリーズいいよね。十字架天使とかいるかな？すげえかわいいんだよな。めっちゃ欲しいんだけど。絵描きた、お！ダンジャック、N ジンと、めっちゃ、ちょ、ヤマトとヤマトと並べてくね、ヤマトと。うわ、めっちゃいい感じじゃん。ダンジャック来た、ダンジャック。行かないし、コンプちょ、行きたいんだけどな。あと3箱ぐらいどっか売ってねえかな。たぶん、おお！弁慶来たぞ。めっちゃかっけえじゃん。牛若もいるな、これ。牛若。魔法弁慶。魔法弁慶。一つ目ってとこも高いわ。当たりー。ブルザイがあるね。当たりー。やった、超かっけえじゃん。魔法弁慶。ギロリ一つ目、人睨み。いいな、一つ目キャラ、物合いキャラ好きだから、これすげえ。これでブルスキンで女の子だったらもっと最高だったよね。ガミラス星人みたいな感じのさ、いねえかな、さっと。おっと、お、かぶったー。なにこそ。いやー、もうかぶってほしくないな。もう残り少ないからさ。もうかぶらずそこは行ってほしいけど。頼む！おっと。牛若来た！やったぜ！欲しいな、ブルースキンガールの。ほんとあんま持ってないからな。ビックリマンのブルースキンはほんとにゲットしてる。おっと。助立ち三女。女子リーズだね。まさかの孫悟最有権。え、待って。これ全部一緒になってない？孫悟空と猪八戒と、サゴジョ全部一緒になってね。そっか、じゃあさっきの犬のやつ全部混じってね、これじゃあ。ほら。よく見たら混じってるわ。犬と、キジと、猿。混じってるね。女シリーズは混じってんのか。さっきのやつも混じってた。これ、ジャックとさ、豆の、これ、やべえ、これ、よくわからんわ。これ、ジャックと豆の木じゃないかな、もしかして。三兄、あ、待って、サイガーでもある、ゆとり三兄弟。三兄、友人のツタで。やべえ、俺この話知らんわ。これみんな何の話かわかる？これ。この話わかんねえ。豆サヤ女。これ何のおとぎ話だろう。俺多分知らねえよ、このおとぎ話。読んだことないかも。全然、あ、牛魔王じゃねえ、これ。魔牛、金、海、銀、待って待って。これさ、牛魔王とさ、銀閣と金閣、これ。銀閣、金閣と牛魔王じゃねえ、これ。ラスボスじゃん、最有機。これ。もうラスボス感半端ねえんだけど。すげえかっけえ。これ、いや、待って、これかっけえな。魔牛金塊銀塊。ラストワンのパックになります。うわー、最悪だ。コンプしたい、ここも今日で全部見てえわ。ブルースキン出なかったしな。多分いねえな、ということで。ザン。うおお。遮光器土偶。除犬土偶だって、除犬土偶。あ、でもデザインかっこいいね。ぐー。グーって。最後は、助剣土偶ということで、今回の開封結果はこんな感じになりましたと。
ここまで来たらコンプしたいわ。今回気に入ったのはこの2種かな。この2種のうちどっちか描きたい。これ描きたいね。めっちゃリアルにさ、超かっこよくマッスルな感じで描きたくない？これすげえかっこいいよなこれ。次回はネットで調べてから、いろいろ世界観とかでこの第33弾について調べてからやろうと思う。いやあればいいけどな。それではまた次回、次の開封動画でお会いしましょう。となかなかいい感じで、まあ、ゼウスも超かっこいいけど、やっぱゼウスのこの貫禄すごかったな。ゼウス超かっこよかったゼウス。